面白すぎかよ。名探偵はあんまないかな。ややこま、ややこま、やっこカプチトについて、やっこ確かに空気が美味しいな。ワールスの家について、やっこは俺たちだけで見つけられるのかって、まあなんとかなるだろう。アマンダの運転について、やっこはスリルがあって気持ちいいだと、お前らの感覚にはついていけないぜだね。俺たちは俺たちの流れで行こうな。あ、そういえば、あ、ここら辺調べてなかった。アマンダさんの船だ。帰りもこれに乗るのか気が進まないぜこっちの方行けてなかった。キャモメ、キャモメ。あ、こっち調べられてなかった。よかった。海風ライダー。これ初めて、初めて。よろしく。キャー！めっちゃなんか悲鳴上げてる感じになっちゃってるけど。カプチ島について。キャー！美味しいご飯がたくさん。自然の豊かな島だから食べ物には困らないのかな。いいの。いや、俺も島国がめっちゃ大好きだからさ。ワルスの家について。キャー！俺には羽がないからな。空から見つけるのは難しいぞ。そうだね。こっちのキャモメは？キャー！カプチノについて。キャー！島のポケモンはみんな仲がいいのか？いいな。ワールスの家について。キャー！知らない？もし見つけたら教えてくれよ。まあ、ワールス自体知らないかもしれないね。ヤコは？ヤコ。大丈夫か？どうした？はぁ、帰りもあの船が。俺も見れてなかった。なあ、空の旅へ連れてってくれよ。キャモメ？いける。あ、やべえ、これまたまたやっぱダメか。キャモメもキャモメだ。お前途中で諦めんな。最後まで、もう乗せてくれるんだったら最後まで行け。飛んでっちゃった。どっか行っちゃったよ、あいつら。元気だな。アマンダさん、連絡が済んだら手伝いに行くわね。ありがとう。アプチドについて。初めて来たわ、こんな綺麗な島だったのね。いいね、こういう場所。島のどこに住んでいるのか思い当たる資料を当たってみたけど、何もわからなかったの。PCL の爆発事件を世間から責められたっていうからな。誰にも居場所を知られたくないんだろう。まあ、そういうことか。ヤモメたち。まあ、なんもないかな。じゃあ行くか。あ、こういうところ見られてなかったな。よかった、見れて。ふらふらし。大丈夫か、ピカチュウ。生きてるか。綺麗なお姉さん、ルイーズ・マリガンさん。ライムリゾート開発リーダー。ティム、早速聞き込みだ。タイムシティの人なんだね。ちょっと待って。やばい。いつも助かる。行くな。ありがとう。やめてけ。やめて。花みたいな香りがするぞ。女性の匂い嗅ぐな。すみません。変態かお前。ほらピカチュウ。いいのよ。この子に作ってもらってるの。シュー。あ、シュシュプ。魅惑の香り。世界でたった一つの香水よ。世界に一つだけのやつか。人探しなんです。ああ、ワールスという人に会いたくて。ご存知ですか？ええ、ワールスさんの家ならまっすぐ行った先よ。ありがとうございます。また何かあれば聞いてちょうだい。ありがとうございます。私はルイーズよ。あ、絶対怪しいお姉さん。俺絶対怪しいと思ってるから。この人だいたいこういうね、リゾート開発みたいな携わってる人、俺怪しいと思ってるから。龍が如く見て俺知ってるから。チュシュップ、花みたいな匂いがするね。チュシュー、ん？なんだろう？違うか。食べたもので匂いが変わるのか、面白いな。カプチョについて、チュシュー、花も木の実もいっぱいで、とてもいい島か。ワールスについて、チュシュー、あんまり好きじゃない。チュシュップは気難しい性格なのかな。気難しい性格。青い空。青い空。青い海。青い海。大自然。大自然。そして隣にいるのは綺麗なお姉さんだろ。ティムなんだよな。いいじゃん別に。なんだよ、じゃあお前置いてくぞそんなこと言うんだったらさ、いいじゃん。俺だってなんて可愛い女の子と一緒にこういうとこ来たよ。お互い様だろ。ピカッと。きらめかねえな。何かしら。あら、何かしら。カプチ島について、私は住民じゃないけど魅力的な島だと思うわ。お仕事で来られたんですか？ええ、リゾート開発の下見にね。まだ計画の段階だけど、きっと成功させてみせるわ。怪しい。ワールスについて、だってこんな島国にこんなハイヒールで来るんだからね。怪しいぜ。ワールスさんの家なら、この通りをまっすぐ行けばいいのよ。ありがとうございます。まあそんなところだね。荷物は調べられない。まあここら辺見えるか。カプチ島の観光案内図だ。
へえ、なかなか広い島のようだな。そうだね。これは木箱が積んであるね。送り主が貼ってある。船で運ばれてきた荷物だろう。で、ちょっと待ってよ、おじさんとも話するけど、どっこら運送、どっこら運送の掲示板って書いてある。どっこらたちがいるね。集めた荷物の記録や作業メモが貼ってあるよ。どっこらたちにも話したいけど、一旦どう頑固かい。荷物運びなら俺たちどっこら運送に任せろ。どっこら運送について。どっこら運送って何ですか？島の運送屋さ、船で届いた荷物を運んでいるんだ。そうなんですね。普段は代行してるんだけどな、ここは交通の便が悪いし、少しでも島の人たちの助けになればと思ってよ。偉いなあ。なあ、これなんか需要と供給満たしてるのいいね。なんか島ならではみたいなね。カプチ島に来るのは初めてですが、綺麗なところですね。だろう。一年中暖かいし、食べ物も美味しい。観光にはもってこいの島だ。ほんとなあ、こういう島いいよな。空気美味しいしな。都会に帰った瞬間にマジで空気悪いすぎて咳込むからな。なるほど、ワールスさんに会いに来たのか。どうかしたんですか？いや、あの人はちょいと頑固な性格だからな。機嫌を損ねないよう気をつけろよ。了解。ルイーズについて。ルイーズさんはリゾート開発の開発リーダー、リゾート会社の開発リーダーなんだ。優秀なんだな。怪しいけどね。どっこら？こんにちは。角材も軽々ね。水力タウンにいたよな、こいつ。どうも。どっこらか、珍しいな。ライムシティでは見かけないよね。手に持ってるのはもう、角材かな。どっこー。どっこーか。仕事の合間に角材を振って鍛えてるそうだ。逆にちょっと怖いけどね。力自慢のポケモンなんだね。どっこー。カプチノについて。どっこー。鍛えるのにもってこいの場所がある。俺も10万ボルトを出せるように鍛えてみるかな。やってくれ、頼むから。マジで10万ボルト出せたらもういろんな調査はかどるぜ。ワールスについて。どこは？よく知らないが、ワールスが島の奴らとあまり交流ないみたいだな。そうだね。 PCL で爆発事故が起きた時は大変な騒ぎだったらしいからね。人目を避けているのかも。角材について。どこ？もっと大きな角材を持てるようになるのが夢なんだとさ。なんか棟梁みたいになるよね。よーし、俺たちそろそろ仕事を再開するぞ。どっこら。もう一匹、こっちの方。聞けない、話が聞けなかった。まあ、いっか。石碑があるよ。何か模様が刻まれてるな。それに随分古そうだ。でも石碑の周りを見てよ。綺麗に掃除されてる。島の人たちにとって大切なものなのかもしれないね。そうだね。知っちゃってるからね。これもちょっと怪しいんだよな。三角のマークが書かれた旗がある。それぞれの島に、それぞれの家にこれ書かれてんだよね。カプチ島について。平和で穏やかな島よ。湖に霧が出始めてからおかしなことが続いてる。霧が出始めたんだよな。ワールスについて。ごめんなさい、ワールスさんとはあまり話したことがないの。ワールスは町の住人とはあまり交流がないようだな。マリルリについて。この子は傷だらけで倒れてたのよ。いつも湖にいる子だと思うんだけど、何があったんだ。まあそうだね。マリルリ、かわいいな。ラブリーな泡模様。かわいい。レイドバトルで重宝されるからね。リーラリー。カプチトについて。リラー。湖で怪我をしたところを助けてもらったのか。よかったな。ワールスについて。イラ？町の人間のことはよく知らない。それならいいんだ。まあそっか、あんまり知らない。まあ平和な証拠だね。バツ印、わしに何かご用かね。カプチトについて。自然の豊かな美しい島じゃよ。わしはこの島で生まれ育ったんじゃ。昔からこの島にいると、よく湖を散歩していたようだが、霧が出始めてから見かけないのも。霧？ちょっと気になるな。霧が出始めてから散歩をやめたと。バツの幕が描かれる。バツばかりつけてるね。あ、こある日、命からがら、命からがら。こある日、大丈夫か？あいつ、どうしたんだ？めっちゃ痛そうね。怪我をしてるよ。大丈夫か？おい、大丈夫か？早く手当てしてやらなきゃ。
何かできるか。おい、何やってる。コアルフィーから離れろ。何も悪いことしてねえかんな。うん、マイログリーン、ポケモンレンジャーみ、そう、ポケモンレンジャーなんだよ。痛かったな。ついこの間までやってたからね、ポケモンレンジャー。ちょっと我慢するんだぞ。うん、ポケモンを守ったり、自然を保護したりしてる人たちだよね、ポケモンレンジャー。これでもう大丈夫。ああ、すごいな、スプレー。何でも直してみたいなやつ。どうなってるんだ。うん、前までこんなことはなかったんだもんね。君はこの島の子、僕はティム、それから、うん、ピカチュウだ。よろしくな。よろしくね。俺はマイロ。マイロ。君が来てくれて助かったよ、うん。まあこれくらいポケモンレンジャーなら当然さ。ポケモンレンジャー。ポケモンレンジャー。知らないのか？ポケモンを助けたり、一緒に自然を守ったりするんだ。うん、そうだね。そうか、すごいんだね。まあレンジャーみたいな感じだよね。あ、まあポケモンレンジャーか。やべ、まんま言っちゃった。ワールスさんを訪ねに来たんだけど。うん。ワールスさんを？まさかお前らあいつらの仲間か？どういう？何のこと？あ、そうか。違うならいいんだ。そっち系の人たちじゃないです。こっちだ。危ないお兄さんじゃないからね。見た感じだって毒気ないでしょ、俺たち。じゃあ、ちょっと待って、こっちのお兄さんにまず話聞こう。見ない顔だな、どこから来た？カプチ島について。うん、海暮らしか取り柄のない退屈な場所さ。わざわざ都会から来るなんてあんたも物好きだな。大体都会の人は田舎に憧れてるから。ワールスについて、あいつのせいでリゾート開発が進まないって聞いてるぜ。全く困ったもんだよな。ワールスのことをよく持ってないやつもいるみたいだな。そうだね。まあ事件も起こして、まあ不信感みたいなのもあるだろうしね。てかそうだよな、ね、そう、都会に暮らしてるとね、田舎には憧れるもんなんだよ。でも実際田舎に行ってみるとさ、何もなくて困るんだよね。こある日、こわ、怪我について。怪我は治ったみたいだな。一体何があったんだ。うー、湖で怪我をしたけど霧のせいでよくわからなかった。こんなに晴れてるのに霧が出てるなんてちょっと変だね。探偵の心得を教えてやろう。なんだね、なんだね。そう、よろしく。探偵の心得その12。もう情報は足で稼げ。足が大事。気になる場所へはどんどん行って、どんどん情報を集めるんだ。了解だぜ。まあてな感じだね。ああ、まあそんなところかな。じゃあちょっとマイル、あ、よ、ドッグは、あ、こいつ聞いたドッコだ。聞いたドッコ。まあマイル君、お話を聞かせてくれ。どうした？ワールスさんの家ならこの先だ。カプチ島について。カプチ島にはライムシティでは見かけないポケモンがたくさんいるね。ワールスさんも興味深いって言ってたよ。どんなポケモンに会えるのか楽しみだな。まあみんな仲良しって言うからね、ワールスについて。マイル君はワールスさんと仲、た、あ、親しいの？ああ、ポケモンについていろいろ教わってるんだ。ワールスはポケモン研究の第一人者だからな。もう勉強になるだろうね、本当に。悪い噂を立てるやつもいるけど、根は優しい人なんだよ。うん、コアルヒーについて。コアルヒーの具合良くなったみたいだね。ああ、ほっとしたよ。ワールスさんが作ってくれた傷薬のおかげだな。いつも持ち歩いてるの？ああ、湖に霧が出始めてから怪我をしたポケモンをよく見かけるようになったんだ。そうか、心配だね、ポケモンの怪我。うん、そうだね。まあとりあえず行くか。ありがとうよ。待って、ここだよな、ライボルト。ここがワールスさんの家だよ。ポケモンレンジャーでお世話になったね。あれ、お客さんかな。うん、ワールスさん。ライボルト、ストイックで忠実、電気タイプだよな。スタイラーを充電してくれたやつ。立派なポケモンだね。ああ、そうだな。お前いい体してるな。筋肉質。やめろやめろ。ピカチュウ、早く行こうよ。逆に充電できるかもしれない。大丈夫かピカチュウ。やばいな、ピカチュウ大丈夫かよ。あ、これ見よがしに電気を出しやがって。すみません。あれ、脅しみたいな。ワールス大丈夫か。そう強引に引っ張るな。ワールスさん、髪の毛前髪ちょろん。落ち着きたまえ君。私は警察で悪人を捕まえるのが仕事なんだ。お前が今のところ悪人に見えるとか。あいつかホリデーの部下って。ああ、髪カールさせやがって。ああ、ほらほら警部補。ワールスさんはやってない。かわいそうに、すっかり騙されて。この男は普段から湖へ行っているという話だ。そうだけど、おまけに前にも事件を起こしている、うん、犯人だとしか考えられない。早計すぎ。ワールスさんは、マイロ、いいんだよ、もう
わしには構うな。なんか本当に優しそうなおじさんだけどね。本人も認めている。偏屈じいさんには見えねえな。そんな、やだよ、うん、待ってください。それだけで犯人と決めつけるなんて。そうだそうだ。素人は口を出さないでほしい、ね、素人じゃねえ。素人じゃありません。僕は探偵です。そうだ、かっけえ。探偵、それならなおさらだ。いやもう名探偵だよお前は。警察の領分に立ち入らないでもらおう。証拠もないのに決めつけるのが警察の仕事とは思えません。探偵のことを疎ましく思ってるやつ。犯人じゃないという証拠を見つけたら納得してくれますか、うん、勝手にするがいい。次の定期便でワールスは連れて行くぞ。お前のこと傷害罪で訴えるぞ。ワールスは痛そうじゃん。ねえ、本当だよ。かわいいピカチュウかわいい。とりあえずかわいいからもう何でもいいや。ワールスに話を聞くためには事件を解決するしかないな、うん、まあそうだね。ワールスに会えた。まあ会えるところまでは行ったな。ただあとは、ティム、お前も一枚に言うようになったな。言うようになったぜ。まずはブラッドから事件について聞くぞ。ブラッドさん、ワールスさんにかけられている容疑について教えてもらえませんか。いいだろう。島で起きている霧の事件については知ってるかい。まあ知ってるけど。霧の事件、でもお前そのために来たんじゃないだろうなあ。もともと霧の事件、一週間前湖に霧が出始めた。こんなことは今までになかったそうだ。うん、そうだね。マイルもそんなこと言ってたな。同じ頃、湖のポケモンが怪我をした状態で町に逃げてくるようになった。うん、まさかその原因がワールスさんだと言うんですか。その通り、ワールスが湖のポケモン捕まえて怪しい研究をしているとの話も聞いている。そんなの嘘っぽちだ。まあ怪我したら直してくれてるだけなんじゃないかな。湖で何が起きてるのか僕自身の目で確かめてきます。勝手にしたらいいさ。もっとも湖へ行く橋は壊れているかね。次の定期便で連れてくって言ってたから明日までに調べないといけないってこともね。なんだって。ま、せいぜい頑張りたまえ。うん、そういう情報は先に言えてんだよ。キリンの事件を調べろ。まずは推理メモを調べて、キリンの事件を調べろ。まずは湖へ行こう。うん。橋は壊れちまってるが、他にも方法があるはずだ。他に行く方法を調べようか。そしたらね。うん、了解だ。まあ、ただその前にみんなに話、一人ずつ聞いとこう。ワールスさん、わしをかばう必要などない。キリンの事件について、わしは犯人ではない。湖へ行っていたのは傷薬の材料を集めるためだ。うん、そのことをブラッドさんには説明したんですか。まあ聞く耳持たねえだろうね。何を言おうと無駄だ。人は信じたいものだけを信じるからな。うん、これは芯をついてる気がする。まあそうだね、人ってそんなもんだよな。橋についてせめて霧が晴れれば修理を頼めるんだろうが、原因がわからなければ手の打ちようがないな。どこら運送屋に頼むしかないけどね。マイロ、どうした。ワールスさんは犯人じゃない。キリンの事件についてブラッドの言うことはデタラメだ。ワールスさんが犯人のはずない。ポケモンの怪我のことだって誰よりも心配してるんだから。マイル君、俺が絶対にワールスさんの疑いを晴らしてみせる。一緒に頑張ろうぜ。橋について、きっとポケモンが湖から逃げてきた時に壊れたんだ。湖へ行く方法は他にないのかな。そうだな、何か心当たりがあるようだな。ブラッドの近くじゃ話せないのかもな。一旦外に出ないか。そうだね、そうだね。うん、ブラッド、他なんかないか。私はブラッド・マクマスター、ライムシティ警察の警部補だ。警部補意見つかない野郎だな。本当にホリデーの部下なのか。ホリデーだから、なんか隠してる本心がある気がするんだよな。キリンの事件について、1週間前湖に霧が出始めてから町で怪我をしたポケモンたちを見かけるようになったらしい。うん、橋について、湖につながる橋は壊れていて通ることができない。これも捜査を邪魔するためにワールスがやったことだろう。でたらめ。ワールスの容疑について、ポケモンの怪我は湖でワールスが行った研究が原因さ。いい加減なこと言うな。本当だよ。それでお前だからお前警部補以上に出世できねえんだろ。ワールスは10年前にも PCL で問題を起こしている。疑うのは当然だと思うがね。まあ、疑う気もするけど、でもやっぱそれにしても早計すぎない。判断材料が足りないでしょ。まあ、とりあえず外出るか。で、俺は一旦ここで輪にして、後日またやる。はい。元ってきました。で、矢野アントね、
録画確認したらやっぱりマイクの設定死んでたね。ようやくねマイクの設定が整いました。整いました。整ったわ。ってことで、どうも。場所をかばう必要などない。あ、これ全部聞いたんだっけ？聞いた上で、行くって感じだったんだっけな。じゃあピカチュウ行こうぜ。なんか言う？どうした？傷薬の匂いか？傷薬の匂い。鼻に来るな。なんか保健室特有の匂いみたいなね。家の外出ていろいろ調べるか。こんにちは、ライボルト。ライ。なんだよ、まだ怒ってるのか。シャレの通じないやつだな。別にシャレってはあれでもなかったけどね。ただ体褒めただけだったけどね。ブラッドについて。ライライ。はあ？ブラッドの邪魔するな。そりゃこっちのセリフだ。もう喧嘩やめなよ。早く調査を始めよう。あ、そうだね。ワールスについて。ライライ。ワールスは悪いやつ。絶対に逃がさないってよ。ワールスさんが犯人とは限らないよ。僕たちが証拠を見つけたら信じてくれるかな。まあ、特にそれについて反論ないかな。ピカチュウなんかやる？お、なんか睨み合ってんな。ねえ、あ、やばいやばい。反撃食らってる。大丈夫か？電気ポケモンなのにめっちゃ電気効いちゃってるやんけ、ピカチュウ。まあ別に調べるもんないかな、他は。ここでは、ん？お、どうした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 。お、この匂いはルイーズか？お前、ルイーズ、ああそっちか。なんだ、シュシュプか。シュシュプの方だったね。やめとけ、女の人の匂い嗅いでクンカクンカやんの。マジでやめとけ。ちょっと一回聞いとこう。シュシュプ、キリンの事件について。シュシュ、確かに霧のせいで湿っぽいな。俺の 毛並みもいまいちだ。そっか、毛並みあるもんな。あー、もう振りてー。ルイーズ、シュシュプー。ルイーズがパートナーで鼻が高い。その気持ちはわかるぞ。俺はねえ、ピカチュウ、俺は俺そうでもないん。ちょっとトロピウスめっちゃ気になるんだけど、一回トロピウス行くか。こっち調べようか。石碑、石碑調べらんねえか。トロピウス、どうも。美味しい喉元。そう、バナナついてんだよね。いや、あれ食べてみたいな。ピュー。この子ポケモンだよね。植物みたいだ。背中の葉っぱで飛べるらしいぞ。これは珍しいな。 SV にもいたよな。なんだっけ、ほら、王様の湖的な場所。お、首の果物くれるのか。ピュー。おー、いい匂いだ。これは何個でも食べられそうだな。ってなところで、ピカチュウ、あ、やるな。あ、ピカチュウ、見ろよ。お、よかったな。もらったぜ。いいじゃん。おいしい？これはうまいな。あ、いいな。うわ、うらやましい。うわ、やばいやばい、ピカチュウ、大丈夫か？やばい。水を、足持って俺、逆さまにして、バコバコやるよ。ぶら下げるやつ。ぶら下げてボンボンやるやつ。トロピスめっちゃ元気だな。警官さん、どうも。私に何かご用ですか？キリンの事件について。ワールスにはキリンの事件の容疑がかけられています。ブラッド警部補は船が出るまでに証拠を見つけるつもりのようですね。そうだね。これはもともと知られないな。まあ、ってことは、まあ、次の日までってことだもんね。橋について。この先の橋は壊れています。危ないので近づかないでください。ブラッドについて。警部補は真面目な方ですよ。ライムシティの平和のため、熱心に仕事されています。でもここ、ライムシティから離れてるはずだけどね。悪い人じゃないみたいだね。だから本来は、だから霧の事件のために来たんじゃなくて、ライムシティの事件について調べるために来たのに、なぜか話変わってるからね。めっちゃ目がある、めっちゃ目があるよ。こんにちは。お、君はそうだ、 PCL 事件を解決した探偵君だろ。お、すっかり有名人だな。もう茶化さないでよ。つまらない島だと思ってたけど、君がいるなら何か面白いことが起こるかもな。ミーハーだね、お前。キリンの事件について、ミーハー刑事。探偵君はワールスが犯人だと思ってるのか？いいえ。違うか。いえ、証拠がないのでまだ分かりません。慎重だね。ブラッド警部補には逆らえないけど、困ったことがあれば言ってくれ。はい、ありがとう。橋について。橋は壊れているから渡れないよ。霧が晴れるのを待ってくれ。了解。ブラッドについて。悪い人じゃないんだけどね。どうにも融通が効かない。あれじゃ出世は難しいかもな。言っちゃっていいんかい？おっと、このことは警部補には言うなよ。あの人は執念深いんだ。
こいつも出世できそうにないのないと思うのは俺だけが、んな、その感じはある。ね、あんまり職場で悪口とか言わない方がいいからね。悪口言うと自分が悪口言ってたよってのを誰かに告げ口されるからね。マジで気づける。ね、関係こじれるからね。お、どうしたどうしたどうした。おい、ティム、向こうに何かなかったか。え、霧が深くてよく見えなかったよ。めっちゃ目があるよな。視線を感じたいが俺の気のせいか。なんかあるけどね。なんかねえか。なんだ？なんもねえな。じゃあ行くっきゃねえな。じゃあそしたら町の方も調べてからかな。ここら辺に来ると霧が薄くなんだな。おお、どうした？橋は壊れてるし当分治りそうもないな。仕方がない。他に湖へ行く方法がないか。町に戻って聞いてみようぜ。まあ、そうだね。よいしょっと。ティム、待って。おお、どうした？どうしたの、マイル君？実は湖へ行く方法が一つあるんだ。え、ほんと？小さい頃聞いたんだ。島のどこかに湖へ行くための秘密の道があるって。そうなんだね。場所がわかるようなヒントがあればいいんだけど。秘密の道を通るには必ずあるものを持って行ったらしい。もしかしたらそこにヒントが隠されてるかも。あるものか。とりあえず島について詳しそうなやつに話を聞いてみるか。まあそうだね。ありがとう。あ、そうだね。ありがとう、マイル君。うん、じゃあ秘密の道行ってみよっか。判定の心、教えてやろう。教えてくれ。行くぞ。おう、頼む。判定の心へ、その45。ごくり。先入観にとらわれるな。大事。めっちゃ大事なこと言っとんの。ありがとう。何が聞きたいのかな。霧の事件について。湖に霧が出始めた頃からおかしな噂を聞くの。どんな噂ですか？なんでも目玉の大きな化け物が出るとかなんとか。湖へ行くつもりなら気をつけるんじゃな。ってなんかちょっとマスオさんみたいな感じになっちゃったけど。秘密の道について。秘密の道、聞き覚えはあるが何のことじゃったかな。あー、これちゃんと話聞かないとダメな感じか。やっぱり霧が晴れる前に橋を直すのは難しいですか。そうだな。あんなに霧が濃いと手元すら見えないからな。やっぱり秘密の道を探すしかなさそうだな。まあ、そっか。秘密の道について。あー、子供の頃に通ったな。昔は湖の祭りってのがあったんだ。祭り。その祭りに参加するために みんなで秘密の道を通って湖へ行ったのさ。何か祭ってたんかね。まだ橋ができる前のことだ。そうだったんですね。湖の祭り。祭りの時期になると巻物が配られたんだ。その巻物に秘密の道を通るための手がかりが書かれてるとさ。のさだ。その巻物は今お持ちではないんですか？さすがにもう持ってないな。何せ俺が子供の頃の話だ。子供の頃。だが巻物を配っていた町のじいさんならまだ持ってるかもな。もっとももう覚えてないかもしれないが。巻物か。町のじいさんに聞くだけ聞いてみようぜ。お、了解だ。あ、巻物についてちょっと聞きたい。巻物の中身は忘れちまったな。あれに書かれた謎を解くことで秘密の道を進めたんだ。町のじいさんに聞けばわかるはずだぜ。よし、行ってみるぞ、見るぞ、ティム。了解だぜ、ピカチュウ。おじいちゃん、頼む、教えて。ノッコラウンソン親方から秘密の道について書かれた巻物をあなたがお持ちだと伺ったんですが。巻物、思い出した。湖の祭りで子供たちに配ったのが。そうそう、子供たちは湖につながる道を秘密の道と呼んでおった。僕たち湖へ行きたいんです。巻物を見せてもらえませんか？君は随分大きいが秘密の道に挑戦するというのか。おー、頑張ってくれ。巻物を持ってくるから待っていなさい。すぐ戻る。ありがとう。これがその巻物だ。どれ、遠慮せず持っていきなさい。ありがとうございます。巻物ゲットしたぜ。で、巻物について聞こう。巻物譲っていただいてありがとうございました。何かまおんよ。湖の祭りは島の大切な文化じゃ。若い者にはもっと島のことを知ってもらいたいの。よし、巻物を手に入れたな。早速見てみようぜ。3つの絵と何かの説明が書かれてるね。月と満月、半月、新月だね。これが秘密の道のヒント。そういうことだろうな。でも肝心の秘密の道にはどうやったら行けるのかな。おー、すまん。それを伝えるの忘れとった。なんだね。良いかな。秘密の道へは2枚の鱗が導いてくれる。よく覚えておくのじゃ。2枚の鱗、それはどういうことですか？
それは教えられんの。秘密の道を見つけ出すのも試練の一部じゃからな。まあ頑張りなさい。仕方ないな。二枚の鱗を頼りに秘密の道への入り口を探そうぜ。了解だぜ。まあ見当はついてるとかもう分かってるけどね。じいさんの言ってた秘密の道は島のどこかに必ずあるはずだ。手がかりになりそうなものがあったら俺に声をかけてみろよ。よし、ちょっと練習してみるか。俺に声をかけてみろ。ピカチュウ、この辺りは秘密の道とは関係なさそうだな。まず何か、うん、そうだ。でもお前がだって聞けって言ったんじゃん。ピカチュウ、これそうだろ。この石碑、どうしたんだティム、何か気になることがあったか。見てよピカチュウ、この石碑に刻まれた模様、これ鱗のようにも見えない。鱗のあるポケモンが何かしら関わり合いあるんだろうね。言われてみれば、なるほど、石碑に刻まれた鱗の数が手がかりなのか。そしてこの石碑の鱗は3枚、つまりここは違うってことだよね。きっと他の場所には石碑がある。探してみようぜ。了解だ。ま、もう分かってるけどね。俺は石がいっぱい転がってるね。これ元は石碑だったんじゃないの。そうみたいだな。となると鱗が刻まれてるかも。てかそもそもこれがなんで壊れてるかってのもなんかあんのかな。コケムしてるから割と昔に壊されてる感あるけどね。お、見てみろよティム、2枚の鱗、間違いないよ。ここが秘密の道の入り口だ。ティム、秘密の道を見つけたのか。見つけたぜ。俺も連れてってくれ。なんかここら辺ヒルとかいそうだけどね。もちろん入り口はこの奥だよ。一緒に行こう。うん、じゃあ一緒に行こうぜ。壊れた石碑、うん、先に進もう。めっちゃヒルがいそうだけどね、こういう道。あ、トロピウスの石像と向こうはなんかがあるね。でもここの謎もね、ごめんね、あの前に解いたからね、もう簡単に解けちゃう。ここが秘密の道か。ずいぶん入り組んだ道みたいだね。巻物の謎を解くことで秘密の道を迷わず進める、そういう話だったな。よし、巻物よく調べてみるか。じゃあ上の文章から。何か書いてあるね。湖を目指す者、月の輝きを頼りに3度の試練に挑戦すべし。どういうことだろうね。月の輝きを頼りにか。重要な情報だな、多分。上の文、うん。で、あとは月、黄色い円、これは満月だよね。うん、で、半月、空に浮かぶ半円、これはきっと半月の絵だよね。で、うん、ごめん、月の形が何かの手がかり、そういうことかもしれないな。月の形が手がかりと。で、こっちは新月と。うん、ぽっかり開いたような黒い円、これは何だろう。おいおい、常識だろ。月がない、つまり新月だ。だよな。これもだって義務教育で習うことだぜ、ティム。大丈夫か。あ、そうだよね。3つの月か。だがもう一つ気になることがあるな。うん、どの月の絵にも色が塗られてる。緑、ピンク、青。緑、ピンク、青。うん、この色も手がかりかもしれないな。うん、まあこれは覚えておこうね、だね。で、こっちは。ここには何て書いてあるんだ。読んでみるよ。始まりは満月の夜、闇を抜けて進み、割れた月を眺める頃に湖の祝福を得るだろう。なんだそれ、謎なぞみたいだ。下の分、うん、まってなところだね。巻物を調べてわかるのはこれぐらいか。これじゃまだよくわからんな。秘密の道の中にも手がかりがあるのかも。道の手前にあるポケモンの石像なんていかにもじゃない。確かにな。よし、次はあの石像を調べてみようぜと。うん、石像の特徴も操作リストにまとめておくよ。石像の特徴、うん、ありがとう。俺も協力するよ。ポケモンのことなら任せてくれ。まあ詳しそうだもんね、ポケモンレンジャー見習いだもんね。うん、巻物が指す道は、推理メモ増えたね。じゃあ見てみようか。うん、まずは像を調べようぜ。了解だぜ、任しとけ。もう操作力というか、もう俺が、ま、先週だけどね、もうこれやってたの先週の記憶があるかどうかのところだから。うん、お前の出番だ。ポケモンの石像について。それぞれの道の前にポケモンの石像が置かれてるよね。見たことのないポケモンもいるけど、マイロクも知ってる。ああ、わからないことがあれば聞いてくれよ。了解。じゃあまずはここら辺見てみようか。トロピースだね。この像はトロピースだね。緑の葉っぱもよくできてる。ああ、トロピースがそのまま小さくなった感じだな。トロピースの石像、うん、こっちは壊れてて、こっちはなんだっけ。この茶色のポケモンの像は何だろう。それ、これはマキョ。水辺でよく見られるポケモンだ。こいつはね、俺、ナンバリングというか、まだやってないから見たことないな。
っかり踏むと電撃で攻撃されるから気をつけろよ。この辺りにもいるかもね、ピカチュウ、気をつけて。ほほん、誰に言ってんだ。お前こそ気をつけろよ。マッギョの石像。マッチョではない、マッギョな。じゃあこれ、おっと、あれは、あれはお前、待って、お前の名前なんだっけ。あ、ヒンバス。自称、島の守護者。ヒンバスってさ、すごいな、生きてる。進化するとミノカロスになるんじゃなかったっけ。あ、ミロカロス。ほらほら、しっかりしろ。死んでそうだけど、大丈夫？うん、これで何度目だ、無茶するなよ。打ち上げられちゃっても大丈夫か。何でも直してきないやつで治ったかな。よし、治ったぞ。あ、治ったな、よかった。まだボロボロだけど。おう、うん、ヒンバスはもともとこんな見た目だよ。そうなの。うん、ヒンバヒンバ、なんかシミみたいなのが出てきた。確かに平気らしいな。よかった。今は霧が出て危ないんだ、お前はじっとしてろよ。どうやって声出してんのお前。何か焦ってるみたいだけど。ああ、そうだな、話を聞いてみようぜ。まあ、とりあえず聞いてみようか。なんか焦ってるというか、なんか楽しそうにしてるように見えちゃうけど、ねえ、何をそんなに焦ってるの。ヒンバヒンバ、何、湖が大変、戻らなきゃまずい。でもまた怪我したらどうすんだ。そうだねえヒンバス、僕たちも湖を目指してるんだ、一緒に行こうよヒンバ。ポケモンの石像について、ヒンバスはポケモンの石像のこと何か知ってる？ヒンバー、島に住んでるポケモンがモチーフらしいが、巻物との関係はわからないようだ。そっか、何はともあれ調べてみよう。怪我について、怪我の具合は大丈夫？ヒンバー、そうか、よかったな。一体何があったんだ。ヒン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 、なんかそんなやついたな、忍たま乱太郎で、なんだっけ、ケムケムケムみたいな、ヒムヒムヒムだ、ヒムヒムヒム。湖で泳いでたらいきなり放り投げられた。一体何が起こってるんだろう。早く湖へ行って何が起こってるのか確かめよう。まあ、そうだね。霧の事件について、ヒンヒン、ずっと湖に住んでるがこんなこと初めて。暮らしてるポケモンにも霧の原因はわからないんだね。まあそんなところか。マイロ、マイロ、マイロくん、何か知りたいことがあるのか。ヒンバスについて、マイロくんはヒンバスのこと知ってるの。ああ、湖でたまに会うんだ。あんな見た目のくせに無鉄砲で怪我ばかりしてるから放っておけなくてさ。なるほどね、言い方やんちゃなんだな。なんか守護者って言ってるし、なんかあんだろうな。いや、なあ、なきゃミロカロスだった気がするんだけどな。違うっけな。トロピウスについて、トロピウスは暖かい地域で見かけられるポケモンだよ。ワールスさんの家の庭にも餌を食べによく来るんだ。羽が緑の葉っぱだから初めて見た時は驚いたよ。マッギョについて、マッチョではない。マッギョは茶色いから泥に隠れてることが多いんだ。踏まないように気をつけろよ。電気を出してくるぞ。わかった。よく見て進むよ。よこい。探偵の観察力を生かすんだ。その言葉を覚えとけよ、ピカチュウ君よ。後で痛い目に遭うんじゃねえぞ。俺もポケモンの像かな。壊れていてよくわからないが、青い色が残ってるぞ。多分、マリルリ。あ、これで一旦調べたよな。巻物が刺す道は。3つの像を調べたな。調べたよ。どうだ、巻物と関係ありそうか。ありそうだね。待ってよ。まあ色だね、色と、あとはそれぞれの同じ色をしていると。よいしょ、これだね。オッケー、これでいいぞ。色か、確かに。俺の方がオブザベ力があるみたいだね。ここにあるポケモンの像と同じだ。うん、挿絵と同じ色の像を選んで進めってことなのかもな。そういうことだね。うん、で、まあ道は分かると。試練は3度だ。うん、まあこれ1個目だな。それぞれ何色を選べばいいんだ。巻物にヒントがあるはずだぞ。うん、操作リストで確認してみようぜ。確か巻物に、待って、どれだっけ、これか。どれだっけ、あ、これだこれだ。こっちじゃない、どれだっけこれだっけ、あ、下の分だ、これだ。始まりは満月、満月から新月から半月だもんね。満月、新月、半月で、上の分じゃないな、3つの色、満月、新月、半月、うん、の順だよな。満月、新月、半月で、満月、新月、半月だから、緑、青、ピンクの順だよな。ちょっと待ってよ。緑、
青ピンク青ピンクこれでいいはず。完璧よ。どうや。そうだ、文章に出てくる順番に月を並べると、うん、満月、新月、半月になる。そうだな。それぞれの背景の色は緑、青、ピンクってわけだ。うん、そういうことさ。ってことは、これで進むべき道が分かったな。分かったぜ。まずは緑だ。うん、どの像の道を進む。分かってるぜピカチュウ。行く道はここだ。そうだ、うん、トロピウスは緑色、うん、最初はトロピウスの像がある道を進もう。了解だぜ。完璧よ。ま、一回やったからね。一回やったから知ってるぜ。よっしゃ、よし進もうぜ。緑の道、こっちでいいのかな。合ってる合ってる、合ってそうだぞ。いるぞピカチュウ、ピカチュウ。ちょうどいいもんだな。お前どんどん解いてパッパッと進むぞ。観察力って言ってたの誰だっけ。誰だっけ。え、もう怒ってるよ。触るな危険マッキョ。触るどころか踏んじゃってるからね。ピカチュウ頑張れ。マッキョの電撃を避けろ。ピカチュウピカチュウ、おりゃあ危ねえ。また来てるよ。やべえ、よいしょ、ここだここだここだ、よいしょ。あぶねえ危ねえ危ねえ、よいしょ、危なかった。あ、めっちゃ怒ってんじゃんけ。危なかったぜ。サンキュー、ティム。めっちゃ電気ポケモンだけどね、ピカチュウ。電気技あんま効かないっしょ。